こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はクスコ GR ヤリスを紹介します。このマシンの特徴はクスコならではのシャシーとサスペンションとデフのセッティングです。そしてもう一つ注目すべきところはアンチラグシステムを搭載しているということです。ここでアンチラグシステムとはどういうものなのかを説明します。アンチラグシステムとは簡単に言うとターボラグを軽減してくれるシステムです。ターボエンジンは排ガスの熱などを利用してタービンを回し、それによりコンプレッサーを駆動させて空気を送り込みエンジンパワーを上げています。ですのでアクセルを緩めると排ガスのエネルギーは小さくなり、必然的にタービンの回転は落ちます。その結果空気を送り込むコンプレッサーの回転も落ちます。そしてその後再びアクセル量を増やしたとしてもタービンの回転が上がるまでにはどうしても時間差が生じます。この状態をターボラグと言いますが、アンチラグシステムはこれを軽減するために作られたシステムです。つまり減速してから再加速したとしてもアンチラグシステムがあれば瞬時にパワーを発揮し加速することができるということです。その仕組みはこうです。アクセルオフ時に点火時期を遅らせ、タービン直前の液間2内で未燃焼ガスを燃焼させます。そうすることで排ガスのエネルギー不足を補い、タービン回転数の低下を防ぎます。その方法には大きく2種類あります。一つはバイパス方式と呼ばれるシステム。一昔前まではこちらが主流でした。ですが最近ではスロットル制御方式というものが用いられています。このスロットル制御方式の肝は電子制御スロットルと ECU チューニングです。もともとスロットルが電子制御式の車であれば ECU チューンのみでアンチラグを導入することができます。この方法ではアクセルオフの状態でもスロットルを半開きになるように設定。そうすることでエンジンシリンダーを通して液間に空気を導入します。旧来のワイヤー式スロットルではバルブ制御に限界がありましたが、電子制御スロットルの登場によって制御の自由度が増しました。今回紹介するクスコの GR ヤリスはこの ECU チューンをモーテック制御とすることでアンチラグ搭載マシンとなっています。ちなみにアンチラグシステムとミスファイアリングシステムは同じシステムを指しています。トヨタではアンチラグシステムと呼び、スバルではミスファイアリングシステムと呼び、三菱では二次エア供給システムと呼んでいます。世界的にはアンチラグシステムと呼ぶのが一般的なようです。このアンチラグシステムは完全に競技のためのシステムです。普通に公道を走るには過剰とも言える装備です。ですのでこれを搭載しているクスコ GR ヤリスはガチの競技車と言っても過言ではありません。それではテストコース、ワインディングコース、それぞれでの実際の走りを見てもらいましょう。 4WD ターボプラスアンチラグシステムの全開走行をお楽しみください。どうぞ。クスコさんの GR ヤリスですけども、今回これどんな仕様で持ってきてるか教えてください。はい、まずですね、代表するうちのパーツで車高調ですね。こちら結構まあスポーツ寄りのサスペンションのシリーズで、スポーツ TNR っていう減衰力が2way ですね。それからやっぱクスコといえばボディ補強パーツですよね。ストラットタワーバーを代表にするタワーバー、それからパワーブレス、ロールを制御するスタビライザー、こちらも強化スタビライザーというのがついております。あとまあ代表パーツで LSD ですね。クスコ LSD タイプ RS、フロントがワンウェイのタイプ、リアが 1.5A のタイプがついております。その他ですね、スポーツのアクセルペダルだとかシフトノブだとか、そういった細かいパーツまでつけて仕上げてあります。エンジンとかは？エンジンはですね、システム自体はノーマルなんですけど、制御の方をモーテックの方で制御しております。はい、でエンジンはまあベースはノーマルとかそのまま？そうですね、はい、タービンとかも変わってない？タービンも変わってないです。なるほど、はい、じゃあそのノーマルベースのをフルコンに変えて制御して、はい、クスコオリジナルのパーツで、はい、車にして仕上げてる。イメージからするとラリーとかね、はい、ダートのイメージがあるんですけども、そうですね、どっちかというとこれはよりサーキットに近いセットアップがされてるって感じですか？サーキット仕様になってます、はい。まあ、その他デフのカップリングですね、 4WD のカップリングのコントローラーというのも、うん、ついております。今回で、ね、塗装路仕様、はい、ね、サーキット仕様なんですけども、まあ、クスコさん得意のラリー仕様になったら、それがどのくらい変わるんですか？グラベルを走れる仕様ですと、基本はサスペンションがまずグラベル用のサスペンションになります。当然砂利道走りますね。ガード類ですね、はい、アンダーガードだとかフロアガードだとかタンクガードとか、車の見えない下側、そうですね、下側のガード類、あとはまあ競技車になりますと、もうがっちりやっぱロールバーが、そうですね、ロールバー入るんですね、はい、その辺が大きく変わってくるところです。まあ、でも基本的にはその駆動系だとか甲のパーツなんかは、はい、ターマックでもダートでも両方使えるとそうですね、はい、まあ、LSD だとかそういうセンターデフの制御だとか、うん、エンジンコンピューターもモーテックだとかそういうのは、まあ、セットアップパーツですからね。そうですね、はい、なるほど。ラリー車の方で実際競技でも走らせてますので、そのノウハウとかを入れて市販パーツを作っておりますので、だいぶ楽しく走れるように、なったと思います。なんかラリー出たくなっちゃうのこれ。
いや本当ね、すごいわこれは。クスコのね、作る GR ヤリスはすごい。何がすごいってね、とにかくあらゆるこの駆動を制御するっていうかね、まあやっぱコントロールできる車、そこをやっぱりさすがクスコならではのやっぱ培った技術と、ユーザー目線でその競技に出る人たちのために何が必要なのかっていうのをやっぱり分かって、この四駆ってものをね、もう制覇してるよね。ユーザーが何をしたいのか、どういう使い方をしたいのかっていうので、デフだとか四駆コントロールするシステムをたくさん提供できるっていうのをこの GR ヤリスで全部こうやりきれてるよね。だからジムカーねやる人、ラリーやる人、サーキット走る人、そういう人たちがクスコのね GR ヤリスのパーツを使って走れる仕様になってます。もうね本当もうこれも競技車両になってる。足ももう固めっちゃ固めなんで、サーキット走りにはもう最高の車だと思う。おお危ねえやっぱりなこれでも面白い、すげえ、まあなるほどね、やっぱりスピーシャーどこだった。おお、これ乗り方をちゃんと熟知しないとこれダメだな、これ危ないぞ。これは競技用っていうかかなりマニアックだなこれ。いやこれ楽しいわ。あのね、やる気にさせられるっていうか、本気だねこの車ね。やっぱりこうクスコさんのすごいところは、こうユーザー目線でどういう人たちがこの車を使ってどういう楽しみ方をしたいかっていうのをやっぱりもう追求して、ありとあらゆる駆動を制御する、コントロールする、制覇するっていうのをすごく分かってる人たちがものづくりしてるなって分かりました。でもとにかく車は競技車両に近いし、一言で言うと結構やばいです。いや面白かったもん。ちょっとね舐めて乗ったらやばかったです前回ワインディングテストコースに持ち込んだ GR ヤリス RC を今回も持ち込みました。前回とはサスペンションを変えて単筒式のスポーツ S、 こちらをベースにこちらのコースに合わせてバネレートを多少上げております。あとはクスコの得意とするボディ補強パーツ、ストラットバーをはじめパワーブレース、フロアの下回りにボルトオンの補強パーツが付いております。あとはこちらもクスコが得意とする駆動パーツ、前後にクスコ LSD タイプ RS、 フロントはワンウェイ、ギアは 1.5A が入っております。またクラッチもクスコ製のメタルシングルクラッチカバーとセットで組み込まれております。エンジンに関しましては補給類含めて純正になっておりますけれども、モーテックの ECU で車種専用のプラグインタイプですね、こちらで制御をしておりまして、あとはセンターのカップリング ECU、 イギリスのサイベックス社の AWD コントローラーを組み込んでおり、マッピングのデータの書き換えも可能で、センターのコントローラーでその辺の微調整も可能になっています。もともとのターゲットとしてはタイムアタックで車を作りましたが、こちらのワインディングコースに合わせて変えておりますので、幅広く使えるセットアップはしております。バネレートって元々より今日は高めてきてた、はい、そうですね、通常だとフロントが6キロ、リアが7キロ、これが吊るしのバネレートですが、今回フロント8キロ、リアが11キロで組み込んでおります。タキットに比べれば路面は悪いですけれども、この道は地元なんでだいたい分かってはいるんですけれども、道は割と綺麗な方なんですよね。減衰力に関してはサーキットよりも弱めた仕様にはしておりますけれども、バネは多少固めてもそんなに跳ねは出ないんじゃないかというところでこの仕様にしております。パワーって上がってるんですか、はい、パワーはね多少だと思います。細かいところでレスポンス上げてると思うんですけれども、トータルパワーはそんなにいじってないと思います。270ですね。車重も変わってないです。ロールケージとか組み込んでないので、はい、基本的に車重は純正と変わらないです。車的にここになると一番変わるよっていうところって、はい、やっぱりデフですかね。コーナーのくねくねした立ち上がりなんかではやっぱり LSD があるなしでのスピード域っていうのは変わってくると思いますので、そこが一番大きく変わるところだと思います。2回横向いた、ちょっと気をつける。
本当に今やばかった。うん。じゃあ行きます。しびれるね。ダブルRカーだよね。アンチラグの音聞いちゃうとついなんかテンション上がっちゃうんだよな。 D1 もそうだよね、うん、パラパラパラって言うと踏まなきゃいけないっていうね。四駆の車はやっぱりこうキャロステクスコだよね。その辺のデフの利かし方、フロントとリアのデフのフロントがワンウェイ、後ろが 1.5 ウェイ、車は曲がるんだけど前よりも後ろがちょっと強いのでその分若干オーバーステアっぽくなるんだよね。でサーキットでオーバーステアっていうのはすごいありがたいんだけど、ここでのオーバーステアっていうのは地獄を見るこうオーバーステアなんで、そこのやっぱり微妙な、でもこの動きを出せるっていうのはデフあってのやっぱりことなので、またそこだけじゃなくっていろいろサスペンションだったりとか補強パーツだったりとかブレーキだったりとか、まあそういうのも安心して見られる。特にやっぱりラリーをよく知ってるなっていうね。でもパロッセのなんかドライバーあんなオーバーステアで運転するのかな。オーバーステア俺得意の方なんだけど、ちょっとねやりすぎ感があるからなんか恥ずかしいんだよね。まあでもすごくやっぱり楽しめたし早かったと思う。やっぱ四駆の車はキャロステクスコっていうのがものすごく自分の中ではインパクトが強かったかなと、そんな感じです。パン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 という弾けるような炸裂音がたまらなくかっこいいですね。まさにラリーカーというような走りでした。あとかなりオーバーステアなセッティングだったように思います。ジムカーナだとくるくる回って走りやすそうですが、峠では相当慣れていないとコントロールするのは難しそうですね。でも見てる分にはとてもエキサイティングでした。他の峠での走りもまた見てみたいですね。いかがでしたか。今回はクスコ GR ヤリスを紹介しました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。